皆さんこんにちは。ジャズ界のアイドル AKB48 センターセクシー担当の天才ジャズサックス奏者ひろこりんです。本日もゆっせい先生 YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。本日は素晴らしいジャズテナーサックス奏者ハンク・モブレンのフレーズを解説していきます。マイナー2ハイブ編、ジャズ界の帝王。トランペット、マイルス・デイビスの歴史的ライブアルバム、ブラックホークのマイルス・デイビスに収録されている枯葉、オータム・リーブスの、ハンク・モブレーのマイナー2ハイブでのイケてるフレーズに焦点を当てていきます。ただスケールを覚えてアドリブをするのではなく、実際のプレイヤーがどのような思考で、フレーズを組み立てていったか学ぶことで、アドリブのレベルアップができます。YouTube 上に、溢れる、簡単、すぐに、誰でもアドリブできるという、インチキジャズ。インチキレッスンではなく、真摯にジャズを学びたい人は、最後までチェックしてくださいね。有料級、ハンク・モブレーのマイナー2ハイブでのフレージング解説始めていきます。まず最初のフレージングです。何回か聞いてみましょう。とてもエモいフレージングですね。まず、このフレーズはマイナー2ハイブではなく、B マイナーセブンスとして解釈してますね。最初の A シャープと C シャープは、B、ルートを挟んだ同音的な音のチョイス。そして、2、小節目の2枠目まで、B マイナーセブンスと解釈してます。ここも B マイナーセブンスの5度。すなわち、F シャープの半音した F ナチュラルと、A の音で、挟んでます。G シャープのところから E セブンスのフレージング。解決先も、B と G シャープでルートの A の音を挟んでアプローチしてます。3小節かけて、とてもエモいフレージングですね。多くのレジェンドたちはハーフディミニッシュを、普通のマイナーセブンスと解釈してフレージングすることも多いので覚えてくださいね。では次のフレージングです。では解説していきますね。このフレージングは、2小節目を B ハーフディミニッシュ、E セブンスを2拍ずつ、と考えたフレージングになります。元のフレーズは、このオーソドックスなマイナー2ハイブのフレーズです。このフレーズの最初の1音を、向いて、半拍後からスタート、途中、四分音符と、三連符、に変化させて、リズムに緩急をつけてますね。解決先は、上手に、6の音、そこから9数、最後は5度。これもとてもエモいフレージングです。マイナー時に、6の音を上手に使えるようになりましょう。では、次のフレージングを聞いてみましょうね。解説していきますね。これは、枯葉の最後の段のフレージング。まず、F セブンスを、
Cm7th と捉えたフレージング。コルトレーンやデクスター・ゴードンもよく吹くフレーズです。モブレーは、次の小説の一拍目まで、吹いてしまっており、はみ出してしまってますが、即興で演奏するので、たまに、こういうことが起きます。ちなみに、F と E と E フラットは、F7th のビバットスケールにあたりますね。そこから、このフレーズは、典型的なマイナー2ハイブのリックです。意欲のある人は12キーで練習してみましょう。解決先は、3度、5度、から先ほども出てきた、B と G シャープで E を挟んでる形になります。では、次のフレージングを聞いてみましょう。このフレージングは、1小節目の3拍裏から E7th のフレージング、E7th の3度、すなわち G シャープの音の半音下からクロマチックアプローチ、そこからフラジオ音域でシャープ9、フラット9を吹いてます。とても洗練されており、なおかつ情熱的でイモいフレージングになってますね。では最後のフレージングです。これは典型的なマイナークリシェのフレージングで、丸をつけたところが、クリシェのラインになってます。G シャープの音は、Bm6 の音、E7th の3度の音、両方で解釈することがありますので、しっかり覚えてください。ここでは、先ほども出てきたハーフディミニッシュのフレーズの後半部分と同じ、綺麗に3度に解決、着地してます。天才ジャズサックス奏者ヒロ・コリンのハンク・モブレー解説。いかがだったでしょうか？需要があれば、またハンク・モブレーのフレーズ解説していくので、良いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ただフレーズを覚える、スケールを覚えるのでは、10年20年やっても、デタラメアトリブのインチキおじさんです。フレーズの意味、ビバップのコンセプト、方法論をしっかり理解することがアドリブ習得への道です。言って、異先生レッスンでは、対面、スカイプレッスンともに体験レッスンを実施しています。真摯にジャズを学びたい、アドリブを習得したい人は、お気軽にお問い合わせください。